そうあれがあの窓に降りてきて、カーテンを紫に染めている。坂道のあたりまでで迎えに行こうかと手を休めふと思う。彼と暮らしてるこの部屋でいつかは泣く日が来るだろうか。カタカタとサンダルを踏み鳴らしバスが着く時間見て走り出す。街の日を肩寄せて見ていたら、この人は何だろうと感じるの。一年が過ぎたのにまだ彼は誰にでも妹だと話してる。日が来るだろうか。ポロポロとわけもなく泣けてくる幸せで